おざっす。おざっす。今日はね、ちょっとまあ、撮影とかはちょっと落ち着いたんで、だいぶ暗くなってきたんですけど、ちょっと散歩行きたいと思います。はい、というわけで、次はね、ちょっとこうコンビニ行きたいと思います。それじゃあ行きます。コンビニだね。道屋サラダ買いました。あざっす。いや、店員さんにね、ちょっとね、やっぱ動揺させてしまいました。うん、こんな格好だし。まあでもさ、で、地元だからね、しょうがないですよね。もう仕方ないと思います。それじゃあいただきます。行きます。いただきます。すっきり爽やか三ツ矢サイダーいや、めっちゃやばいよね。めっちゃやばかった。もういろんな人に見られるし、まあでもしょうがないよね。地元だし、俺にとっては地元だから、うん、ただ生活の中でやってる。たまたま上の下着着てないだけなんで。おかしなこと言ってます、僕。いや、今ね、ちょっとね、子供連れがいたんだけど、子供連れはさすがにちょっとこうね、あの保護者の人が見ちゃダメって感じで、やってましたけど、さすがに暗くなってきたからね、人通りはちょっと減るかな。うん、減ってくると願ってる。そうだね、減ってくれたら、減ってくれたら嬉しい。まあ、減ってくれたら嬉しいというか、うん、まあ、地元のね、中学席は大丈夫こういう感じで行ってると、あ、やばい、自転車が大丈夫。まあ、今の中学生もガッサー見てましたね。痛い。大丈夫？行った、くじた、滑った。ガッサー泥踏んでガーこけましたけど、ノーブラに意識を持っていくことで何かが分散されてましたね。今ノーブラに意識を持っていくことで、痛い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 。大丈夫？週末のね、夕方ってか夜になろうとしてる時間帯なんで、人通りはね、少なかったとはいえ、やっぱり陽気見られますね。うん、コンビニの店員さんとかもう、なんやこいつみたいな顔でね、見てましたけど。ヒヤヒヤしたな。でもね、そうやって見られるとゾクゾクするんですよ。だってこいつキモみたいなこう感情って、その人に対するこう興味関心があるじゃないですか。本当に一番嫌なのは無なんで、この格好してこの状態で何も見られないというのが一番悲しいですよ。今ね、正面にあの高校生とか中学生ぐらいのカップルがいるんですけど彼らもうブワー見てますからね、今こっちを。陽気見るな、陽気見てますからね。見る？こんなに。まあ、早い段階で下着をつけておかないと不利になる。あまりいい結果は望めない。おかしなこと言ってます、僕。ユンケル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 でしょ。